こんにちは、橋本です。今日は隙間時間をうまく活用して単語を暗記していくということをテーマにしてお話していきたいと思います。それではよろしくお願いします。まず、この、前回に引き続き変な絵をご覧いただければと思うんですけれども、なんですかね、これは隙間時間を、うまく活用すると、言っても、どういう時間帯に勉強すればいいのっていう疑問が湧くと思ったので、それを先回りして、なんですかね、想定できる隙間時間っていうのをピックアップして、その隙間時間の勉強がいかに有用で